はい、カパーチ袋カッパ炎上です。じゃあまず最初この動画ではね、川勝静岡県知事のお話ですかね。まあこのね、川勝知事が自民党との面会を拒否して感染対策の詳細を開示しない態度を見せたっていう話なんですけど、これね、このタイトルだけ見るとなんか川勝知事がまだなんかとんでもないことやらかしたのかなって思うじゃないですか。でもよくよく読んでみるとそういうわけでもなさそうなんですよね。ちょっと見てみましょうかね。東京オリンピックをめぐり県議会の、自民党会派と、川勝知事の間でまたギクシャクした場面があったそうで、最大会派の自民改革会議、は県内で行われる協議は観客を入れての開催を決めた県の方針を受けて感染対策を徹底するよう知事に要請に訪れましたと。しかし知事は大会組織委員会を通じて県に要請してほしいと面会を拒否しましたと。で、自民改革会議の野崎代表という方が、県としても感染防止対策は講じるべきだと思う、それについて要請しているので組織委員会を通じてというのは筋が違うのでは、要請では観客を入れることにした根拠や具体的な対策を明確に示すことなどを求めていて、自民改革会議は県の担当部局に要請書を提出する方針ですってことなんですよね。うん、まあこれまでね、この熱海の土石流だったりね、まあ太陽光、まあメガソーラーですか、うん、あとまあリニアの反対だったりと、いろいろとこの川勝知事にね、ちょっとおかしいんじゃないかと、あまりにこのね、媚び中媚び感が過ぎるんじゃないかっていうね、ずっとそういうお話をしてきましたけど、これはどうなのかな？無観客？でも高校野球ね、大会やってるみたいですけど、ね、そっちはね、普通にお客さん入ってませんでしたっけ？なんで反対しないんですかねって。ね。だから理由はって、だってプロ野球とか J リーグと同じなんじゃないのっていう、なんかそんな気がするんですけどもね。うん。まあどうかすると、この川勝知事ね、リニアに反対、ね、土石流でなんかこうね、責任転嫁、逃亡っぽい、ね、うん、そういう動きもしてたりとかして、まあ何でもかんでもこのね、まあ今回の件もなんか政府に立てついたっていう受け取り方をするんだったら、何でもかんでも文句つけて反対反対反対みたいな、あ、そういう人なのかなと思いきや、これに関してはね、ちょっとなんか違うんじゃないのかなって思うんですよね。うん。まあ国外からお客さん来ないわけでしょ？まあ日本国内だけじゃないですか。まあ一定数なら感染対策ありでね、お客さんありっていうのもいいんじゃねえかなって思うんですけどもね。うん。まあこれまでのね、この川勝知事のね、発言なり行動なりを振り返ってみるとね、うん、まあ問題がありすぎるね、うん、知事になったからもう再選したからもうやりたい放題、とんでもない人だっていうのはね、本当に思うんですけども、ただね、まあ例えばね、まあ僕なんかほら、静岡県民の方とは違ってね、実際にこの静岡県民ではないんですけども、まあもしね、静岡県民であればね、こういう人がね、知事だっていうのは、県民の方だ、としてはね、かなりこう恥ずかしいというか、こうなんか腹立たしいというか、ね、そういうね、感情だと思うんですけども、ただ今回のこれは観客を入れるっていう判断、お客さん入れて、やるっていう判断は、僕は正しいような気がするんですけどもね。うん、だって野球もさ、サッカーもさ、ね、相撲だってさ、いずれも観客入れてるのにね、オリンピックだけダメな合理的な理由が今んところないじゃないですか。うん。でね、しかもこの自民のこの改革会議、そんな人たちがなんで来たのかもよくわかんないですよね。うん。ね。だからまあこれに関してはこの川勝知事が言う通りね、大会組織委員会が要請依頼すべきじゃないんですかっていう話ですよね。うん。だってほら、ね、ついこの間のあの大谷翔平選手のホームランダービー見ました？あれ。ね、うん。もうほぼほぼ満員のスタジアムで、ね、マスクもせずにね、大歓声でしたよね。うん。日本は、うん、なんでそれなんかこういうことになっちゃってるんですかね。うん。まあどうかするとこのね、川勝知事はやっぱりさ、ね、まあ前科というか、実際にその前例があるからね、うん、好き放題やってね、私腹稼い、ね、私腹肥やしてるんじゃないのね、うん。なんかこう、そういうところをこう、なんか指摘されてる人だからさ、何かにつけ、何でもかんでもはっすぐ反発する人なんだ、みたいな。ね、うん。
でその裏でねきっちりなんかこうね、うん、私腹肥やね、こせあの小銭稼いでる、私腹肥やしてるみたいな、そういう風に受け取られてると思うんですけども、これに関してはね、なんかね、うん、まあそうだな、例えばまあほぼほぼもう無観客になってるじゃないですか。だからまあ東京から感染者がまあ流れてくる、それをまあ嫌うと、ね、でまあ観客はね、じゃあ例えばですよ、ね、観客はまあお客さん入れて試合を行うその県の人間のみに限定するとかね、うん、そういうことだってやろうと思えばできるじゃないですかね、うん、まあなんだろうな、このなんだろう、よくある構図ですよねこれね。自民党がこの国政トップで、うん、だけどこの地方はね、この地方政治のトップはこうね、この反日勢ね、パヨク界隈、結構ね、こういう構図って昭和の頃からね、いくらでもあったわけですよね。まあ東京でもあったし、あとなんだろう、京都とかもそうかな。あとまあそんな辺と対して、あ、沖縄とかなんかもそうじゃないですか。だからまあこうやって国と地方が対立する、うん、っていうのはよくあったと思うんですけどもね、うん、まあそんなことよりもやっぱりね、うん、この土石流ね、土砂災害ですよね、うん、これはもう確実に川勝知事のね、この静岡県知事の責任じゃないですかね、うん、なんかね、やたらとこのね、このマスコミ各社はさ、ね、横浜の建設会社のせいにしようとしてませんでしたっけ、ね、違いますよね、この人の川勝知事の要はお仲間のこの責任追及を回避しようとしての策なんですから、うん、まあだからやっぱりね、そういう点では人として失格っていうのはあるんですよ、うん、あとやっぱりこの人ってね、うん、なんでだっけこの、いつぐらい前だっけな、静岡県民の大半が、まあ、地域に住む外国人に親しみを感じないっていうアンケート結果が出ていたのにもかかわらず、なんか静岡県多文化共生推進基本条例なるものを作ってね、この外国人県民、特に中国やまあお隣の人の雇用の安定化を推進している、それがこの静岡県知事、川勝知事でしたよね。だからこの先この外国人犯罪とか、ね、生活補助の増加とか、まあ、日本人のね、この静岡県民のこの失業率増加などなどが起きたとしてもね、まあ多分起きると思いますけども、そういう知事を選んだね、うん、だからまあ次はね、やっぱり静岡の人たちはこういう人を選んだらダメだと思いますよね、うん、まあだから多分ね、この隣接するこの他県ね、うん、あとはまあこの日本政府国としてね、うん、やっぱりこう迷惑かかっちゃうじゃないですか、こういう人が知事やってるだけでも、うん、まあ、あとはそのリニアでね、約束守んなかったり、因縁つけるのに精力的な人でしたよね。うん。で、しかもね、この土石流が発生した直後、ね、目が泳いでたし、ね、なんかかなりやばそうですよね。うん。まあ、だから静岡を見ていると、ね、下請けとかね、なくならない理由が本当よくわかりますよね。うん。そう。ね、熱海のこの土石流の情報がね、ぱったり上がってこなくなっちゃったんですよ。なんでなんですかね。よっぽどこの人と都合が悪かったのかな、うん、確かね、この人だけじゃなくて、この仙台市もほら、楽天スタジアムでの試合には何も言わないのに、ね、隣町のこのオリンピックの大会をやめろと、なんか意味不明なこと言ってる市長いましたよね。確かあの人も民主系列だったと思うんですけどもね。うん、まあでもこういう人たちって因縁つけるのが目的じゃなくて、このね、やっぱりこの反日勢、パヨクだから、まあ単に反日活動してるだけっちゃそうですよね。だからまあ今回もオリンピック下げと政府批判がまあ目的だから、まあだからこの感染を拡大させたいってことなんじゃないのかな。うん。だからまあここでね、自民党の議員とね、会議なんてしたら、ね、対策してないこともバレちゃうし、まあそれは逃亡したんだろうかなってちょっと思ったんで、うん。だからまあ適当なね、言い訳は、ね、この放ってね、追っ払ったっていうのが実際のところじゃないの。だから実際にこのお仲間のね、この反日勢、パヨク界隈の人たちなんかは、ね、東京で実際ほら感染拡大テロとかやってましたよね。今日もなんか、今度関西地区のなんか電車一両借り切って、ノーマスクキャンペーンみたいなのをこの企んでたっていう話しますけども。まあ静岡もね、もっともっと早い段階でこの人の正体を知っとくべきだったなって、ちょっとね、うん、今更言ってもしょうがないんですけども。まあ、あとはこの自民党ね、自民党を蹴ってやりましたよっていうこのマスコミへのアピール、こういう意味合いもあるんじゃないかなって思いますけどもね。まあ、川勝知事ね、問題のありすぎる人物ですけども、これについてはちょっとな、なんとも判断が難しいな。
で菅政権のね、このお客さん入れる入れないの、なんかこのね、グダグダっぷりっていうのかな、うん、こういうの見てるからね、ちょっとなぁ。まあでも仕方ないかね。ワクチン接種が日本よりもね、このもうちょっとこうはるかに進んでるこのアメリカとね、日本をこう比較してもしょうがないですよね。まあだからこうなんていうのかな、日本ローカル、まあ J リーグとか、あと日本のこの野球ですかね。うん。でもオリンピックはワールドメジャーって、メジャーって言うとちょっとおかしいですけど、まあ対策を一緒くたにしろっていう理屈もまあ通らないですか、やっぱりね。うん。まあ国内でね、移し移されてるのはまあギリね、日本国内のことに、できますけども、外から持ち込まれたりね、外に持ち出されたらたまったもんじゃないっていうのがありますから、やっぱり、うん、そういう判断になるのかな。うん、お客さん入れてね、やってほしい気持ちはあるんですよ。うん、でもやっぱりね、ダメなのかな。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございます。ではまた、ごきげんよう。